はい。はい。コニタンです。はい、コモちゃんです。何をしようとしてるんですか？区画機のヒナの様子を見て、お手伝いする子がいれば、区画解除をしていこうと思います。やっとバンバンそういった活動するシーズンになりました。ねえ、待ちわびましたね。今年はでも、去年に比べるとちょっと早いです、スタートが。では、体重計箱を用意して、オープン。いる。あ。出てる。これは朝割れてなかった。この奥の子は割れてたんですけど。いい子だ。なんかコメントで、うん、あの、かわいい。かわいい。眩しいね。なんか、とんがってる方から生まれるんでしょっていうのがあったんで。おー。孵化解除してるさ、ショート動画、回ってる動画のさ、コメントに。はいはいはい。卵は、とんがってる方から生まれるに決まってるでしょって。あ、そうなんですか。断言してるコメントが。先端、先端。あったんですけど。確かに先端と鈍端はあるんですけど。コエメイド関係なくないですか？中でね、ヒナは多分回転してるんですよ、ぐるぐると、うん、そう、だからどっから出てくるかわからない。これも先端というよりは横？横だよね。こっち鈍端だと思うんですけど、こっちが尖ってる。気質はどっち？気質は鈍端が多い。あの、尖ってない方が多いです。うん。いきまーす。はい。パキッ。おはよう。目が開いてないね。はいよ。まだ眠い。眠いね。目が開いてない。開いた、パッチリ。寝てただけですね。おはよう。怖い。疲れちゃうもんね。さっきも博物館で話してましたけど、うん、もう自分で殻を破ったらぐったりして、しばらくは寝てる。そうよね。うん。よいしょ。毎回言うけどさ、人間で言うところのコンクリートのブロック塀をさ、ね、破壊してるようなもんでしょ。そう。あ、でもなんかあれなんでしょう。殻の内側からはなぜか割れやすいようなことになってる。そうなんですよ。まあ、とはいえね、超硬いこの殻を。みんな偽物でしょっていうような、この陶器のような音のする殻。あ、ちょっとこれ怖い怖い怖い。そう、3ミリもね、厚さがあるせいでね、カッチカチやで。本当に。落とさないですよ。落とさないよ。あ、へその方が。よいしょ。落としつり。あ、取れた。本当だ。大丈夫でした。ごめん、ごめん、ごめん。はい。あ、置いておきます。元気だね。いいよ。はい。イソジンで消毒。イソジン。はい。かわいい。蹴る蹴る。はい、はい、はい、ごめんね。なかなか大きい子ですね。先につけちゃった。体重がちょっと重くなっちゃうかな。はい。よいしょよいしょ。はい、はい。うん、暴れないでくれ。957。はい。おとなしくなった。よいしょ。あ、ラッキーセブンだよ。ほんとだ。やっぱりあれだね、こうやってさ、二人で撮ってる方がさ、うん、あの視聴者的には、うん、ああ、そうね。いいんだろうね。こんにちは。あら、かわいい。よいしょ。じゃあ、私有鑑別。私有鑑別なんて映ってなかったと思います、この前。そう、先週先生もおった。よいしょ。おかしいよね、これ。ねえ。どっち？なんか、オスっぽいかな。そうね、なんかね、ごにょごにょって出てきた。では、オスです。はい、はい、7番はオスです。あ、これレアですよ。ここも開いててさ、ほら。本当だ。あちこち頑張って開けようとした。今は疲れて顔がどっかに行ってます。よいしょ。さあ。53の子供だね。出る時間だよ。今53が優秀な親の最中、うん。そう、とても優秀。やっぱりなんかお休みの年があるんですね。去年はあんまり産んでくれなかった。よいしょ。お、すごい、お目目がパッチリだ。さっきの声ですごい、はっきりしてる。そして目玉が茶色い。あら、ほんとだ。ね、違いますね、やっぱりね。ぴーぴー。ちょっとさっきの声よりは体がほっそりしている気がする。うんうん。ちょっと軽い。わかったわかったわかった。はい、自分の顔を蹴っちゃう。かわいいね。かわいい。赤ちゃんっていう感じで、本当に。あ、これが翼よ。皆さん、これが翼。そうそうそう。かわいいね。翼の先に爪がある。今ちゃんと見える。素晴らしい。ゴマがついてた。あ、でも結構ある。あ、結構ある。902。さっきの子と50グラムしか変わらないね。うん。
さっきの子ちょっと足がムチッとしてた。可愛い。あなたちゃんと翼に爪が生えてるわね。へえー、あ本当だ。すごいよね。ここに皆さん見えますか？ほら。ほら黒いゴマのような。ねえ。初めて見た。恐竜じゃんね。これも個体差だね。多分生えてない子もいるんですよ。うんうん。正直言っていらないしね。いらない。うん。翼はっていうか手はねいらないからね。今も見やすい。あれが翼。かわいい。かわいい爪。ね。すごくかわいい。さすがにね、このね、翼じゃ空は飛べない。飛べないね。よいしょ。でも、求愛をしたり、ガッタリングをしたり、虫を払ったり、役に立ってるんじゃないか。他の鳥のヒナと違ってさ、うん、もうダチョウとして完成された状態でさ、生まれてくるよね。そうだね。なんかもっとその、他のヒナは羽毛が生えてなかったりしますよね。ネズミとか哺乳類もそうだけど。そうそうそう。ダチョウはもう、生まれた時から、ダチョウそうで生まれたらさすぐ1日2日で食べ始めまるのでわかんないなんかメスかな出ないね出ないねメスに見えますはい8番はメスでした、うん、あんまりグイグイやるのもちょっとかわいそうなんかブリュッと別のものが出てきていやそう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 でどうしようかここの子もいるんですけどあらうんこんにちはこんにちは前の幕を破ったばっかっぽい ねもうちょっと頑張ってもらいましょうあ、いいね。この前孵化してなかった親からも生まれてるのでよかったです。18じゃん。そう。あとさっきのやつ一番大きかった子は11。ついに小松菜くんも産むように。小松菜くんとメスが交配をしたということですね。記念すべき。すごい綺麗。ペロ。そんな綺麗に剥げるんだね。うん。柔らかいと簡単に剥げるみたい。気持ちいい。気持ちいい。はい。では、ひなの歌会場でした。はい、バイバイ。